さあ6キロ来てますよ、6キロ。さあ2人のレッドミート、村林選手が前を行っている。さあ藤原選手後ろにぴったりくっついてます。さあラストの最後の最後。さあ追い抜くとなるとカーブとかが重要なんですかね。どうだろうね、どこで勝負をかけるのか。さあ藤原選手が後ろをぴったりマークしている。村林選手はどうか。藤原選手が後ろから抜け出すのか。後ろから抜けるか。さあかなりの走力が出てみると、ああどんどん抜く、どんどん抜きましょう。さあどこで、はい、よりないよ。うわー、インジョンがデッドヒート。あとの、楽な後ろ立ち。まだ、まだ回る。これは？これはまだ？まだあるんですよ。まだ文集あるんですかね。文集だ。あ、そっか。これ最後じゃなかった。文集って6キロなんだ。6キロ長いっすね。長い。さあさあ、そして3番手の選手、ちょっと距離を上げて、3番手の選手。さあ、3番手の選手がかなり、さあ、4番手そうですね、4番手争いは1、2、3、4、5、6、6キロは高いね。これはちょっと素人には無理な距離ですね。まだオレンジになる、まだ黄色。マイペースでいかんとね、体力が高かんねよね。1キロぐらいならあっという間で終わった方が良かった。さあ、ちょっとカップフォローは自由にやっていいんですか。サッカーではね、自由に練習してもいいです。ただずーっと貸し切りになっちゃうとあれなんで、大体10分ぐらいでね、はい、交代交代で楽しんでいただければと思いますけどね。いやちょっとね、ちょっと今回も今6キロの転倒スーパーはかなりこういうことわかった。あ、そう最後に最後のコースあそこの曲がったけど、絶対これ途中で追い越されるかもと思って頑張ったけど、ゴールですね。そうだね、今度は本当にゴールだね。ちょっと持ってきていい？ちょっと持っていい？さあ、2キロの選手も今、こちらゴールにかかっています。ビブスの選手がね、ボードを置いてフィニッシュしますから、はい、さあ、村林選手と、そして藤原選手のそう、はい、デッドヒートは、いや、遠いから分かんないんですけど、うん、まあそこの2人はもう息遣いが分かるぐらいの近さなんでしょう。そうだね、お互い、はぁはぁはぁって、うん、差が出てきたが、さあ、この差がどうなるか。2低速ぐらい間が空きましたかね。ちょっとじわじわ、まあレーススタートして今39分が経とうとしています。さあ、まもなく浮きのマークを6キロのトップの選手たちが回ってくる感じ。なんだろう、まあ、体力的にきついのは間違いない。まあそうですよね。さあ、村林選手が回った。さあ、また続くように藤原選手も後ろから今回ってきたね。さあ、今案外差は縮まってますね。どうでしょうか。ちょっとここから目が離せない展開ですよ。さあ、お
藤原選手、まだ後ろですね、まだ後ろですね。さあどうなるこの後の展開。さあ少し村林選手が間を上げたのか。どうだ、もうちょっと縦なんだよ。6キロ来た。あ、意外とさ詰まってます。あ、詰まってますね。さあこの後どういう展開を見せるのか。村林選手が依然と藤原選手、先頭は村林選手。先にかからないと距離的にもですね。これは最後のランだったからね。最後のランでしたね。ほぼ前に出たのが。さあ村林選手はもう目の前へ。さあそしてその後ろ、あ、さあ藤原選手。さあお互い漕いでる漕いでる。さあラストスパート。さあ村林選手が前を走る。そして続くのは藤原選手。さあどうなるか、村林選手と藤原選手。さあ最後の V、 最後の V を曲がって、さあ、おおおお、これはこれは、さあもうラン勝負か。さあラスト、さあさあどうかどうかどうか。さあ少し無理だ、村林選手が前、藤原選手が絡んで、さあ村林選手がフィニッシュ。そして藤原選手、本当にどうでしょうね。すごい、こう6キロという長い距離でこの1秒もない差。すごいすごい。さあ村林選手と藤原選手、もう一度拍手お願いします。さあ続いてさっき続いて声が来ていますが、さあこのラストスパート。さあ続いての選手は4位、5位、6位、そして7位争いとかですね、この辺が結構デッドヒートしてますね。さあ最後コーナー回ってラストスパート。さあ今タイムは45分12秒13秒14秒と、あれも覚えない。別件ナンバー4番山村選手ですね。山村選手、はい、3番手フィニッシュ。そして14番、さあ14番、山村選手、山村選手フィニッシュ。15番もさあ今走った選手ゴール。さあ今フィニッシュです。お疲れ様でした。お疲れ様でした。選手がまず帰ってきます。そして、インベータムのトップも、後ろに来ているようです。リリースのトップは今フィを曲がったそうですね、はい。こちらがフィリアマネージャーですね。もう言わんと知れた、もうね、いろんなレースにね、参加されておりますけども、まあ、本
も素晴らしい素晴らしい上位の成績を保っております。さあ、照山選手がレビューして、さあ、帰ってきた6キロ今、48.59 キロ照山選手がフィニッシュ。さあ、そしてフィニッシュ。さあ、青のフィニッシュですかね。そう、青のフィニッシュ7番藤島選手、藤島選手が帰ってきた。さあ、いいフィニッシュトップ。どうやら福島選手がそのままフィニッシュ。お疲れ様です。さあ、そして11番山形選手。疲れました。ハードそうですね、相変わらず疲れましたみんなきつそうですね、やっぱりね。スタート失敗です。出れない。ハードなスポーツですね、こりゃ。痩せますね。痩せますこれ何なんですか、これ。これがあのトレースって言って、あのパソコンに同期したらどこの交差走ったかって地図上に出るんです。やってるんですね。でそれで一番速く出たスピードとか、あ、それまで測れる。速いから全部、何キロ、キロ数も全部、スピードも持ってるんですね。あります。さすがにね、背中に担いで。やっぱり飲む暇ないです。あ、飲む暇ない。どれぐらい入ってんですか、それ。これ500も入ってないです、ね。ああ、もう本当乾いてからもう呼吸できるようになる。でも40分中だとちょっと飲まないと危ないですよね。晴れてたら飲まないといけないですよね。今日ぐらいやったらまだ。手止めた瞬間もう後ろから来ます。ああ、みんな同じ条件で。